またしてもそこで失点してしまったっていうところもありますから、まあ、そこのやっぱり、まあ、日程過密ですけど、課題をどう修正してきているのかっていうところは注目したいですね。ホームの大宮アルディージャのキックオフで前半45分がスタートしました。左から右に攻めていきます。大宮アルディージャゾーンを2列に作ってます。大宮入れてくる、上島こぼれて、いやよく止めました。クレッチ保ちながら、ずっとですよね。斜めに増山狙ってる。増山落とす。遠野、遠野ダイヤ運んでいく。遠野行く、折り返してきてる。まだ粘りました。いや本当おっしゃる通り粘りましたね。畑尾選手が小島とちょっと激しい接触でしたが、フェアありません。倒れてるのは遠野です。前広行き、前入る、ファンマデルガドフルスから取りました。福岡先生、まあ、これ以前までですよね。深い位置までボールが運べてましたよね、福岡の方がね。しっかり取り切って、ここですかね。これワンタッチで入れたのが大きかったですよね。うまい選手ですか。ボランチがうまく入り込んできて、まあ、選手がうまくこれ合わせましたよね、はい。まあ、前半からやっぱこう低いクロスっていうのは多かったですよね、まあ、先ほど和子選手からのクロスでしたけど、まあ、そこを合わせ損ねた、まあ、そういったところをうまくそのシュートのところは、その一気にディフェンスに行きます。まずは運んでクロスまで、足元つながって豊島落とす、うん、小島中を見る、上げてくる、逆サイド渡辺だ。黒川、小島前に運びます。小島、左、高田が走っていく、ダイレクトのクロスだ、こぼれてセランテス、ファーストプレーでしたけどね。簡単に入れても跳ね返す力十分ありますからね。そう、遠野うまい、マキシメンコファールです。イエローカード、いや入っていきませんか、まあ、それをやらせないんですよね。黒川浮かせて小島、取った、チャンスになった、やっとファーストタッチがうまくいきませんでした。うまく取りましたよね。再三狙って入れてくる、マキシメンコ、豊島がいて、グローリーこぼれてクリア、試合終了。アビスパ福岡4連勝、強いアビスパ、ファンマのゴールで0対1、大宮は4試合。